いいお天気、暑すぎる、ね、暑い暑い、暑い、11月でね、これだもんね。やっぱり綺麗だ、綺麗ね、人も多いね、やっぱり、うん、いっぱい来てはるね、すごいわ、ほんと、気持ちがいいね、ほんと、ちょっとこう風が吹くと爽やかで、うん、そう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 。さあ倉敷まで参りましたので、はい、ちょっとまあ お遊びじゃないけどさ、サイコロ振って、出た目の、テーマでお話をするということでございます、うん、サイコロトーク、はい、山上さんにも入っていただきます、よろしくお願いいたします。はい、かわいいね、これね、かわいいね、大阪から持ってきました。どういう目かと言いますと、はい、1が出たら例えば生まれ変わったらなりたい有名人とか、はい、2番は1億円渡されたら1億円、3番がよくあるのが3の目が出たら最後の晩餐、お、で4番は4の目が出たら、はい、勝手に心配している有名人のこと、うん、はい、それから5番は二度と帰りたくない時期、ね、あの頃には帰りたくない、うん、6の目は墓場まで持っていくつもりだったけども、うん、今日発表します。えらい話でございます。すごいな、どうかよろしくお願いしたいと思、はい、じゃあ振りますね、はい、私振りますね、はい、はい、いいですか、はい、山上さんね、ごめんね、こんな参加させて、はい、本当、まあ倉敷だから。1番でございます。生まれ変わったらなりたい有名人、有名人、はい、誰になりたい、うん、有名人やったよ、そうや、私はね、誰、あの黒木春さんみたいな顔になりたい。黒木花さん、春、あれ花って書いて春さん、春さん、あー、はいはい、あの、あー、はい、あの、あー、分かるよ、あの人がね、はい、出てきはったら、うんうん、いつももう絶対見てるのね、ドラマでもなんでも、でもああいう顔好きなんだろうと思うんだけどね、うん、どっちか言ったらお姉ちゃん、あれあれ系って言ったら、その黒木さん系の顔ですよね、そう、うん、まあどっちか言ったら黒木健って感じですけどね、分かれへんでしょ、いや、蒼井優さんみたいな顔も好きですね、私は、いいね、好きです、好きです、いい顔や、あの人も、うん、あの系の人も好きやわ、うん、あ、そうやね、だから、あの本当のべっぴんさんじゃないのよ、そう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 、ちょっと愛嬌がある、愛嬌があって、うん、で芝居うまい人のよ、芝居うまいね、うまいな、松たか子さんもいいと思うへん、私も好きやねんね、あの人も、あ、まあまあ、あの女優さん好きやな、私も、うん、ほらもう、あの今まで私いろんな芸能人に会ってきたけど、一番綺麗だったのは北川景子さんやね、はい、あ、やっぱりね、うっとりするわ、火の打ちどころがない、で性格がいい、これどういうこと、字が綺麗、そんなね、全部持ってんの、字も綺麗な、お手紙いただいたの、もう字は綺麗、頭いい、育ちがいい、肌綺麗、ね、スマートだわ、ね、性格いいもんね、あの方、性格がいい、そう、うん、女優さんって性格悪いの多いからね、そうかな、うん、あのこれあの悪口じゃなくて本当よ、うん、だって女優じゃない、あれ男やで、女優さんって、あ、そうやね、ほぼね、うん、そうじゃないとやっていけない、やっていけない、やっていけない、でもあのやっぱり北川景子さんなんかはちゃんと人間として女性としての魅力を備えてて、うん、その上で職業として女優をやってらっしゃるという余裕を感じるね、芸能師みたいな感じはしない、上手やもんな、で演技も、あの、どうする家康見てるけどさ、今チャチャの役やってらっしゃるけど、すんごい綺麗しね、凛としてていいよ、あまりにも美しすぎるか、ちょっとね、そうやろな、まあ、うん、いや、もうあれかあれってなりたくはないね、あんな綺麗なんダメ、うん、そう、うん、な、どうぞ、安住さん、え、安住さん、アナウンサーの安住さん、ああ、あ、はい、安住慎一郎さん、はい、と なりたいの、いつもね、朝ね、好きなの、なんかね、はい、ああ、朝憂鬱な時、あのテレビこうつけて、安住さんが出てくるんです、うんうんうん、ちょっと待って、それ分かるけど朝憂鬱っていうのはまた私と合わないかんとかそういうことですか、どう違うんですか、なんかそっち、私そっち気になったわ、そうやな、起きた瞬間です、瞬間、はい、まだ今日も一日で始まると思うってちょそっちに重点になってくれる、あれ、なんどういうこと、何が鬱なのよ、鬱じゃないんですけど、こうなんか起きた瞬間、うん、この時期ですかね、なんかこう、はい、落ち込むの、は
瞬間ですよ。でもテレビつけて安住さんが出てきたら、うん、なんかこう血がこう通ってきて、すごい力あるんだね安住さんって。安住さんは素晴らしい方、はいはい、あそう、もうあのそうですね、あのピッタンコカンカン、うん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 、ピッタシカンカン、なんかそんなありましたね。 ありましたピッタンコ、はい、ピッタンコカンカン あれで取材で大阪まで来ていただいて、うん、ほぼ一日中私の好きな飲食店回ってくれて、うん、あのだいたい一日一緒にしたら分かるじゃない、うん、いいとこも悪いとこも、人柄がね、いいとこだらけだったわ、うん、本当に使うすれ着正しいし、ソフトだし、うん、もう男前だし、うん、かっこいいよ。そうですね、あのえばれへんなあの人は。本当にちゃんと仕立てんでるっていうのかな。いい、ね、だから最近はお会いしてないけども、うん、あの山上さんが画面から勇気をもらう、元気をもらうということは、安住さんはやっぱりなんか持ってんのよ。いいもの持ってるんやわね。はい、ねえ、やっぱりアナウンサーの方って嫉妬深い方多いのよ。あのスポーツ選手とアナウンサーって嫉妬深いねんって。それ仕方ない職業上ね、うんうんうん、やっぱりあの同じマイク持っても活躍するアナウンサーもおれば、うんうんうん、局アナね、うん、局のアナウンサーさん、うん、あの嫌な多いけど、うん、そやけども安住さんはもうピカイチ違うと思います、うんうんうん、もうあの嫌なアナウンサーっていうのは何人も今浮かびました、5、6人聞いてるから、あの評判ね、あの人とは仕事してあかんよ、あの人こんなんやでっていっぱい聞いたけど、本当にいいよね。そうやね。私これのおかげで、うん、古田さん好きです。あ、はい、本当割といい人やったね。割と割といい方でしたね。悪いねんけど、私は YouTube でね拝見してきたんですけど、はい、はい、うん、いい人やなと思いましたわ。やっぱり丸くなられましたね。ね、やっぱ頭のいい方ですわ、うん、だから本当にそういう意味では安住さんもね、安住さんはもうどっから見てもいい方やね。本当ね、よかったね。生まれ変わったらなりたい有名人か、はい、はい、私は、はいはい、なりたくないのは吉永小百合さんとかなりたくない。へえ、なんで。ずっと頂点やんか。あ、疲れるか。疲れるし、大事にされるし、うん、老けたらいかんし、いつまでも綺麗でおらんとあかんし、もうどないしたんっていうような老け方をする人いるじゃないですか、うん、アイドル時代は綺麗でキャー言われとったのと、うん、もう見るも無残な、うん、そういうのが多いでしょ。多い。その中で吉永さんはいつまでも吉永さゆりやわ。綺麗ですね。最近の映画、山田裕二監督のこんにちは母さん、これであの、大泉洋さんのお母さんやってますが、うん、はい、綺麗、もう素晴らしい作品でございます。まだの方はぜひご覧いただきたい。言ってください、はい、言ってください。山上さん、いいですか、すいませんね、お願いします。ロロントントン。5番でございます。二度と帰りたくない時期というお話でございます。はい、まあ山上さんは若く見えますけど、はい、60歳なんですよ。そうやな、うん、どう見ても45歳にしか見えない。見えない、見えない、見えない、うん、お姉ちゃんもどう見ても82歳ぐらいですね。なんでやねん。そうです。だから、はい、人生積んでくると嫌な時期もあったと思うんですよ、はい、うんうんうん、であの時期は一番嫌だったわっていう話です。山上さんありました？どうですか？ありますね。ありますか？もう23、24ぐらいは絶対戻りたくない。一番いい時やんか、綺麗で ね元気で。いやいやいや、26歳で結婚したんですけど、はいはいはい、親にも結婚も反対されてたし、うん、もうどういう道に人生進んでいくのかなっていう会社もちょっと嫌だったし、うん、もう38キロになったんです、その時。38キロ、はい、私の片足やすごいね、痩せてた。今も痩せてるけど ね、あの、背もそんなになくて可愛いのよ、憧れやったし、うん、本当にその時はもう本当にあの死ぬんちゃうかなと思います。悩んでて、はい、いや、そんな結婚反対され、はい、会社もうまくいってない人間関係とか、はい、その時からもうお付き合いしてたの、旦那さんと。そうですね、20歳から20歳から、はい、で結婚したの26、はい、結構付き合いましたね、はい、ずっと反対されてて、うんうんうん、なんかお見合いの話がちょっと来たり、やりしませんでしたけど、ね、じゃあすごい旦那さんはしてらっしゃったのね。そうだね、まあ、人間関係とか一番高んなとかも分かんない ね、ユニーとか言って一番いい時期なんだけどな。本当本当本当。お姉ちゃんあります？いや、私は、ね、二度と帰りたくない時期。私はあの、はい、やっぱり弟子時代ね。ああの、そうそうそう、浜子浜松の、はい、浜松町の弟子だったんですけども、弟子修行してましたよ、お姉ちゃんは。そうそうそう、まあ、その時にね、
お浜市長のご主人が家具屋さんをやってらっしゃって、うん、はいはい、あ、そうそう、海原家具言ってやってました。そうそうそう、はいはい、その家具屋を、あ、まあ、ね、弟子だったら師匠についていかないときは、うんうん、家具屋の仕事もお手伝いするってことをやってまして、お姉ちゃんやってたわ。でその時にね、はい、家具の仕事を、うん、まあ、やらせてもらって、うんうん、それで2回ねぎっくり腰やってんだよね、うん、あのカルシウムのね注射打ちに行ったりしたり、うん、それとご飯もね、そのいっぱい、まあもったいないから残るでしょ、いろいろ。そしたらね、これはね、もう腐ってるのなんでもなくてね、こんな匂いするもんやなんかもったいないからね、食べなさいよって言われて、それで私それ食べて、それも2回戻してゲゲゲゲやってるんですよ。いや、だからその当時のことを思うとやっぱりなんかね辛いなとか、いや、まあ漫才やりたいのにこういうことやらないとやっぱいけないのかなと思って、ちょっと嫌だったね。私も夏休みかなんか、うん、あの家具屋のお姉ちゃんに会いに行ったら家具手伝い言われて、うん、そうそうそう、それであそこのご主人と、うん、お浜市長のご主人と喧嘩して帰ったことあるね。ある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 。気が強かったからね。すごいよやっぱりね。あの家具屋の店員じゃないんですから、うん、とかって言われて、そうそうそう、あの本番10代だったんやけど、短歌切って帰ったことありましたね。あるあったね。の立ち強いだー言うてボツ怒られましたね。ほんまあれは地獄や。私お姉ちゃんと6歳違うけど、うん、もうこれはお姉ちゃん道間違ったなってほんまに、あのね、この芸能界にやらした父を私も恨みました、うん、あの弟子修行いらん、弟子修行はちょっとね、うん、ほんでまた長かったから余計ね、3年ぐらいやったんかな、うん、もっとやったと思うね。そう、うん、あ、そうか、デビューまでちょっと時間あったね。時間があったからね。そうだな、うん、可愛がっていただいたんですよ、すごい師匠には。師匠は一緒でしたよ、本当にね、周りよ、師匠を取り巻く周りね、うん、もういっぱいおりましたからね。そうね、従業員の方とかね、従業員にいい人ばっかりじゃないね、見られたりね、そうそうそう、洗濯物候補してさ、うん、してて屋根の上ベッド落ちたのね、洗濯物が。ほんで何々ちゃん悪いけどこれ、あの、うん、洗濯物取ってくれるって言ったら、うん、お前がやったんやろ、お前自分でやれって言われてね。それでもう男の人がね、うん、取ってくれたら、自分でその、はいはい、パンツ取った、うん、パンツ取りにね、うん、行ってきてね、あれ危ない。その代わりね、うん、その後売れたんですよ私たちが、とりあえずデビューして、そうですね、でその挨拶市長に行った時に、その取ってくれへんかった兄ちゃんもね、こうやって見てね、売れたなと思ってうーって見てんだけど、ふんってしてやった。それがね、私の唯一の、ね、楽しみだった。俺えちゃん、俺えちゃんはええ人やな。そのパンツ取ってくれへんかった人をふんとしたやつ、そうそうそう、ね、なんか汚いパンツ頭がかぶせちゃったらよかったね。私なんかそないするわ、女お姉ちゃんがいい人やからどうしてもね、ずっと、まあ、なんかその当時はやっぱり辛かったから戻りたくないね、戻りたくないよね、うん、まあ私はね、あのやっぱり嫁衆やね、あ、そうか、嫁衆で、うん、あの結婚してお母さんのことも好きだったの、うんうんうん、私の好きな人を産んでくれた人やと思って一緒に住んだんだけど、うんうんうん、やっぱりあのイビリがあの半端じゃなかった時期ある、うん、はい、それはもうすごかったなと思いますよね。あのあれわかんないね、私はね、あのテレビとかラジオで仕事さんの悪口を言うてるとね、うん、あのみんな何言うたらいかんとか言うけど、私は言える話しかしてないんです、うんうんうん、でちょっと笑えるようにしてるんだけども、ちょっと笑えないようなこともやっぱりやりましたね。あるよね。それこそ洗濯物で言うたら、うん、あの市場で買い物市場だったんやね、うん、新婚時代スーパーとかなくてなんとか市場いうとこだよとか、うん、もう雨降ってきて、あー洗濯物やって慌てて帰っていったら、お母さんが、うん、洗濯物取り込んだわよって言ってくれたんで、ありがとうございましたって言ったら、自分と息子の分で私のパンツとブラジャーとあのパンストは全部ズブズブだった。そうよ、私聞いたよそれ、うん、あ、悲しくてね、お姉ちゃん電話したと思うわ。で、あ、お母さんこれあの私のはってちょっと腹立ったから、ちょっと腹立ったからなくて、ね、うん、言ったら、あら気がつかなかったわって言った後に、私のパンツ広げて、あの時細かったから、うん、こんなパンツでしたね、うん、こんなのでえみこさん隠せるのって言われたのをあの覚えています。いやいや、隠せました当時はね、今隠せません、はい、今片足も入りません。いや本当ね、あのいや、あのそれは私ね、お母さん58で姑になってね、うん、あ、やっぱりね、ちょっとね、もう大事な一人息子や、もう、ね、好きな女できた言うて連れてきたのがお笑いの芸人や、うん、まあね、そのもう私気絶したのよって言ってあった、してないと思うで、してないと思うんだけど、なんかあの私たちが漫才でテレビ出てきて、うん、この子と付き合ってるんだって主人が言ったら、うん、その場でお母さん気絶したって言って、
ってましたけど、してないと思いますけどね、うんうん、そのぐらい嫌だったという表現をするわけです、ね、まあ、それがずっとあるから、それはもうあの針のむしろっていうのかな、うん、あの行き詰まりましたね。本当なんかそういうことってここでいつまでも覚えてんのよね、うん、実はね覚えてしまってんのよ。どうしても面白おかしく言ってるんだけど、うん、まあお母さん聞いたら面白おかしくないやろけど、私は面白おかしく上手に表現したつもりやねんけどね、うんうん、あのよくとんかつ上手に揚げて、うん、で硬いわって言って、あの口切るわって言われたことは本物の話でしたね。私は口切って血流してからいいえと思いましたね。これをパクパク美味しい美味しいっていうの後半は食べてくれたのよ。ざまみやがれと思ったよ。料理下手なシュートムさんだったんでね、まあまあよかったなと思いましたけど、まあ、その料理のこと、掃除のこと、うんうんうん、もうお風呂の入り方、はい、もう何もかも洗濯物の畳み方、パンツの順番違う言うてね、また上げてこうしてたら違う言うてね、あの髪の巻きは餃子みたいに二つ折りだいと言われて、どうでもええやんか、どうでもええわ、ほんまに思いましたね。ほんま思う。そんなことなんですよ、日常よ、日常や。こんなことで、なるほどな、ドラマで見てた嫁衆やなと思いました。それも全部お母さんからあのいただきました。わかるわかる。今は笑える。まあでもあんなん呪いたくないっていうのはお母さんじゃないね、うん、バラ色の新婚生活が欲しかったなという、うん、そうや、そのギャップがね、あまりにもあまりやから、あるわね。だって大好きで結婚して、うん、もう好き好き好きって過呼吸になるぐらい好きになって、うん、それで22で結婚をして、うん、それでまあペアカップとかグラスのギラギラとか、うん、もう藤本喜一先生にはあの食器のね、うん、あのセット ね、 いただいてね、洋皿のセットいただいて、うん、もうそんなん使いたいの絶対使えないから、仕事もが一緒やったら、うん、お皿はあるからグラスはあるから、そうそう、もう全部あるからって言って、ね、使いかけの酒屋のキリンレモンって書いてるね、うん、グラスあるやん、あ、それ、あれこれが割れてからにしなさいって言うんだけど、あれが丈夫で割れへんね、なかなか割れへん、そうそう、うん、私5枚揃ってあの皿なんかないわけよ、うん、ちっちゃいのにハンバーグできてもそれでいいの言ってね、そんなんでちゃぶ台で、ちゃぶ台だったわ、うん、お母さんと二人で先に食事して、主人は10時11時やもん帰ってくるのね。あ、まあそんなことの戦い、ずっとその戦い、ね、でまあね、早く寝てくれたらエロに2回お母さん寝とったけど、あの主人の帰ってきた音したら必ず階段で降りてくんの、ねね、なんで降りてくんのかなと思うの、新婚なのに。わかるわかる。ああ降りてきよんね。ほいでね、なんやしなんかいやらしい話じゃないけどね、口紅引いてんのよ。いやー、俺が私気持ち悪いなって、本当今やから言わせていただくけど、あれはないと思いましたね。おかしいわ。主人はそんな口紅なんか見てませんよ。見てませんね。だけどもお母さんどんな気持ちかなと思いました。やっぱり息子を取られたっていうかな。気持ちやね。そういう気持ちやったんかな。だから私はお母さんを恨むんじゃなくて、新婚時代のバラ色の、うん、なんか世界というのかな、うん、ハートのような、うん、何見てもピンクに見えるような、そんな新婚時代、もう少なくとも半年は過ごしたかったなと思うの。そういうものだったもん、うん、新婚旅行行ってる間、ふわー、うん、ふわー言って帰ってきて、ドンと家に着いたらお母さんが座ってはって、ちっちゃい家にお弟子さんのサバの煮込みだから味噌汁と、ぬたあえと全部味噌よ、うん、でそれを出してくれて、こんなものが食べたいでしょアメリカ帰りはって言うと、本当に食べたかった、まあまあ美味しかった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 けども、うん、やっぱりそこはね、うん、ピンクのカーテンついたかったし、そうやわ ね、 ね、新しい食器使いたかった、そうや、そうや、ペアルックね、あの歯ブラシ2つ洗面台にピンクとブルー並べたかった、そうやね、ね、うん、お母さんの紫もあんねん、キーキーと思うわけよね、そういうこと言い出したら止まれへんよ私、はい、止めてね、はい、まあこんなのだから、あの頃はその頃は戻りたくない、そう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 、戻りたくない、ですね、戻るならば本当バラ色の新婚生活が良かったらという話でございます。わかる、ごめんなさいね、すいません、喋りすぎ。さあ続いていきましょうね、はい、はい、行きます。2番、1億円ここで渡されたらさあ何使うかということ、はい、1億円でございます、はい、どうします、1億円ですか。1億円ですよ、ね、そうですね、家を買いまして、あ、で海外旅行にヨーロッパに行きまして、ヨーロッパ、あ、そうかそうか、車を、はい、車、はい、あ、何の、あ、今系やもんね、そうなんです、今系なんだけど、あ、普通のね、何でしたっけ、あの上沼さんが前、まあ、前乗ってた私レクサス、レクサス、うん、レクサスの K なんかないんですか、ないないね、レクサスは K ないね、ないですよ、あの大きいやつ、はい
ヨーロッパ行って、はい、ほら家はどこに建てるんですか。家はあの豊中の東豊中、東豊中も高級住宅街で、ね、すごいじゃん。そう、大きな家、うん、大きな家建てて、はい、レクサス乗って、はい、でヨーロッパ行くの、はい、1億円では足らんわこれは言わせていただこう。それ無理です、無理です。1億円、うん、やっぱりそれ3億いるな、それ。そうやわ。お姉ちゃんどうします1億円。私はね、はいはいはい、あの座敷にこう並べたいね。1億円で1万円ですか。昔さ300万もさこうやって並んでね遊んだことあるのね。そしたらね牧場いっぱいになってんの、ね。私マンションに住んでたんです、新大阪の漫才やってた時、うん、私は洋室でベッドだったんですよ。そうそうそう、夜中トイレを着て、うん、でお姉ちゃんは和室で布団を引いて寝てたんです、うん、でトイレ行って何やお姉ちゃんの部屋明かりついてんなと思って覗いたら、うん、1万円札を七並べのようにこうして並べて薄暗いところでそれでえーって笑ってました。そう、私じゃあ1億円ってさ、はい、大広間かな、やっぱり。そりゃそうやろな。そうです、くたびれんのちゃう。ちょ、それやっぱ嬉しいの、並べるの嬉しいやんか。金金金金金いいよ、やってみたいね一回ね。あ、やりがいあると思うわ。そんなに買うとかいいんじゃないのね。なくてね、なくてね、1億円な、ね、何する1億円あったら、そうやね、なんだろう、うん、今度の万博に寄付するかな。なんちゃって、なんちゃって、あ、なんちゃって、なんちゃって、ピッ。いい格好しい、いい格好しいでした。こんなことより何ちゅう格好しそうなの。人に家先にか。私もそんなになってる。あたむやんか。あ、これで私買ってきたんですよ。あの犬、お姉ちゃん猫ね。そうなの。これね、尻尾可愛いね。尻尾が可愛い。やっぱりね、あの尻尾で分かる。私は犬やからこんな。ね、あ、可愛い、ね。猫。猫ね。猫は、あ、長いのね。そう。そう、なんちゅう格好だろう。可愛いよ。ね、すいませんね。ちょっとね、旅先やから砕けてますね。もう脱ぐ、もう脱がなくてもいいよ、可愛いじゃん、ね、可愛いね。そうね、私は脱いでもいいけど姉ちゃんかぶった方がいいじゃないか。うるさいわ、うるさいわ。誰かに言うてほしいんだよね。言うてほしいやつね。そうなんですよ、この方東大なんですよってね、5人ぐらいほど、ってみんなね言うてほしい。偉いんですねって、いやいやそんなこともないんだけどって言いたいんやろけど、そうはいくかい。そうはいくかい。そんな感オケに入るね。そんな偉いこっちゃで。